皆さんこんにちは、大堀123でございます。久しぶりのちょっと聞いてよということでございまして、やっていこうと思うんですがね、ちょっと聞いてよというテーマ、やはり基本的には音楽とか以外のテーマを取り上げようということでやってるわけなんですけれども、ギターをちょっと傍らに置いとかなきゃいけないということなんですが、やっとこれを皆さんにレビューできるその日がやってきたということなんですけれども、こちらでございます。モンスターエナジーシリーズの中でも割と最近出たですね、キューバリブレというやつでございます。全体的に真っ黒のデザインですけれども、爪で引っかいたような例のモンスターのロゴが赤く縁取られているというやつですね。缶の手触りなんかもちょっとザラザラした感じですね。立体感のあるなんか加工がされてあるみたいですよね。モンスターエナジーの中でレビューしてなかったのがこいつなんですよね。キューバリブレだけだったんですね。まあ、キューバリブレって言えばですね、キューバの独立運動ですか、昔ありました、キューバを解放せよという名のもとにですね、その中でできたキューバリブレっていうカクテルがあってね、そのテイストをねここに加えたということでございます。もちろんね、そのテイストを加えたというだけでね、アルコールが入ってるわけではないのでね、皆さんご安心いただきたいと思うんですけれども、唯一無二のエナジーブレンド、もちろんライムをふんだんに加えたテイストになっているということらしいです。はい、クレイジーなのは承知の上だが、まずはトライしてみてくれ、きっとこの新感覚を気に入るはずだって書いてあります。エナジーを解放せよと書いてありますね。新しい製品が出ない限りはこれで一応全て網羅したということになるんですけど、いきますよ、噛んで一発。あー、いいですね、弾ける感じよ。プルトップはこのように赤になっておりますね。僕は最近こういうコップに入れて飲むのが好きなんですけど、カチ割り氷を入れてですね飲むというのが好きでございます。さあちょっと注いでみましょう。いきます。おお、いいですね。シューッという炭酸のもとにいい音が出ています。さあ OK ですね。コーラみたいな感じの色も出てるのかなっていう気はしますかね。炭酸もしっかり効いたところでですね、ちょっと飲んでみたいと思います。いただきます。コーラの味わいはちょっとやっぱありますかね。もちろんコカ・コーラとかっていうのとはまた全然味は違いますよ。ライムの味っていうのがしっかりこう加わってるっていう印象はあります。やっぱりレギュラーの味が一番好きだと僕は言ってますけど、違ったテイストで刺激的なものというかね、そういうものがいいなと思うと、やっぱりこのキューバリブレいいんじゃないかなと思いますね。前回はいわゆるパイプラインパンチっていうのを飲みましたけど、あれが一番モンスターエナジーの中でも本当に飲みやすいものだったと言いましたけど、刺激的なそのパンチがあるものの中でもやっぱりレギュラー味に次ぐものがあるんじゃないかというふうに思ったっていうのが僕の感想でございますけれども、有名なカクテルのテイストを加えたこのモンスターエナジーキューバリブレ、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ということでまた次回の動画でお会いしたいと思います。大堀123でした。それでは、さよなら。